1951年ヨーロッパ柔道選手権、大会王者ジャンドエルトを見つめる河合氏、三木之の河合氏三木之みは、日本の柔道家。行動館7段。兵庫県鹿間郡、手柄村出身。フランス柔道の父と称され、日本よりも日本以外で著名な柔道家である。フランス柔道柔術剣道及び、関連武道連盟が感謝の意を表した。 河合三幹之助の破壊し、河合氏メソッドと呼ばれる。パリの道場に迎えられた河合氏は、柔道の技の系統的分類を、従来の行動看護教の技よりも多い147の技数でまとめた。河合氏は、技の分類の上で、技ごとに番号を付け記号化したものを教えることで、外国人に教授することに走行した。ボルドー大学教授ミシェル・ブルースの研究によると、 カワイしメソッドは科学者であり、ヨーロッパで最初の黒帯取得者と言われている、モーシェフェルデン・クライスの影響を受けていることが言及されている。柔道の技の分類においても従来の行動感の分類、投げ技、足技、腰技、主義、システ技、横ステミ技、固め技、そもそも込み技、締め技、 関節技とは異なる分類、投げ技、足技、腰技,技、肩技、手技、写真技、固め技、そもそも込み技、締め技、腕関節技、足関節技、首関節技を用いている。足関節技や首関節技の採用が続けられている特徴が見られる。内容は以下の通りである。書籍、柔道の国際化、その歴史と課題では、がらみ、を、 楽と表記している。河合氏メソッドに掲載されていない古くからある、主な柔道着は、塚刀や、腕澤着方や、腕澤仕方の基本形、袖車絞り、かかと返し、河津係、足管などがある。また、河合氏は、当時のヨーロッパの不安定な社会情勢も受け、ピストルやナイフ、都市で攻撃してくる無法者に柔道を活用して、 反撃する方法やアテミア武器術を含む五神術も柔道の指導内容の中に含ませ学ばせている。ありがとうございます。